スーパードクター系は、マフネカズオによる日本の漫画作品。講談社の週刊少年マガジンにて1988年17号から1998年45号まで連載された。本作は、石券漫画家の中原徹が、原案協力、万丈メキスケが取材協力を担当している。裏の世界で生きる意志の家系という宿命を背負った主人公カズヤが、 様々な事故、事件、陰謀、そして病気と出会い解決していく人間ドラマである。キャッチコピーはハードボイルド医学伝説。連載当初はカズヤの超人的な面が強調されていたものの、医学監修を導入して以降、医療問題やそれに携わる人々のドラマを描き出していく内容に変わっていた。当初はキャッチコピーの通りハード割合をレンスな。 作風であったが、途中からは脇役をメインとしたコミカルなエピソードも増えていく。さらに終盤ではカズヤが行為として、とある高校に赴任、生徒との交流を描く学園漫画のような作風となり、カズヤや医療行為が全く登場しないエピソードも存在する。こうした柔軟かつ幅広いストーリー展開もあり、連載期間は10年以上と、数ある医療漫画作品の中でも、 屈指の長期連載作品となった。特徴として、スポーツ医学を題材としたエピソードも多く、和也は本編でセコンドとして活躍する描写もある。単行本は通常版が全44巻、文庫版が全22巻。1996年にタイトルがドクトル K へ変更され、よりドラマ性が重視された作品へと移行し、単行本が全10巻。 文庫版が前後巻で発売された。2004年からは続編の K2 が講段社間イブニングで連載を開始、シリーズ3作ともコンビニコミックス、講段社プラチナコミックス版も存在し、KPC 版はアンコール観光もされた。同時期に少年マガジンで連載されていたはじめの一歩やミスターアジッコの登場人物がモブとして出演している。 かつて日本に日本医学界の最高権威、帝都大医学部を主席で卒業した天才青年医師がいた。若くして国際レベルで活躍し、その執刀技術は特 A ランク。しかし彼はある日、忽然と姿を消した。彼こそは野獣の肉体に天才の頭脳、そして 真偽のメスを持つ男。その名は、ケイケイがその医療技術によって多くの人命を救う中で多くの仲間が触発されながら成長し、ケイ自身も成長していく。アメリカ合衆国大統領ジム・ハミルトンが何者かの手によって瀕死の重傷となる。容疑者は、ドクターケイ犯行の裏には何が。そして、カズキの計画とは 和也の物語に終止符が打たれる。ありがとうございます。